皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパーロボット対戦ですね、続きやっていきたいと思います。でしばらくはちょっと的になってもらいましょう。で危なかったね、本当にやられるかと思った。1,2,3,4,5,6,7、 あ、6か。 1,2,3,4,5,6、 ここだね。7か。1,2,3,4,5,6,7、この間のとこまでね。ビームライフルで仕留めれれば御の字ですね。はい、まずこいつですね。直近でいきましょう。はい、仕留めないとやられる。 OK、 危なかったね。ファーさんに、あ、フォーさん24か。これは何度かかわしながら、まあ最後はね、幸運で決めたいですよね。7なんで、ここなら大丈夫。
あ、ちょっと待ってよ。そうですね。1、2、3、4、5、6、7。うん、あ、この階段の下までなら。気合が使えないんでね。これエネルギーちょっと消費多いからやめときましょう。あれ、ひらめき入れたっけ？あー、危ない、忘れてた。はい、これでとりあえずターン終了しましょう。1万切った。そういうことか。しまった。で、そうか、ビーム使ってなかったのか。クロスマッシャーも吸い取んの、もしかして。きついなそれ。あ、これはビーム扱いじゃないんだ。レールガンも確か違ったよね。うん、そうだよね。オッケーオッケー、なんとかなりそうですね。弁慶の攻撃入れときましょう。そういうことか。だからの武器使わないんだ。かな、ダブルトマホークで。いけ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 。
おっしゃうん。で、え？え？なんで？何が起こった？そういうことか。いけるかな、ひらめき。あと4ターン。あー、エネルギーがないのか。あー、困ったね。ああ、違う。ああ、気力が足りないんだね。アムロさん頼みになっちゃった。あと4発のファンネル。さあ間に合うか。困りましたね。バルシオでもクロスマッシャーが使えなければ全然意味ないからな。もうあと2発間に合うんか。
切らねえな、1万。さあ、ラストの、リニアレールガンですね。で、ファミリアね。なかなか3,4,5 よいしょ。あー、そうかそうか。パネルね。聞いてないことはないけど、切らない一万が。もう一丁。よし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 。なんとか見えたね。間に合いそうですね。オーラ切りね、ちょっと狙いますか。12345、あ、12345678、ここまでいっとけば大丈夫ですね。ひらめき持ってるからね。よし、こっちへ。サウェイも一応応援に行かせましょうかさあ、これでどうだい。ひらめき入れたね。大丈夫やね。さあ、誰に攻撃する。ゼータか。あ、やっぱりゼータか。ちゃんと見てるなあああ、避けた避けた。やるね。やっぱりビーム攻撃しないということはそういうことだね。
いけるかな。まあちょっと当てれるやつね、当ててから行きましょうか。よし、だいぶ減った減った。あ、そっか、切れたんだ。レールガンが切れた。対空レーザーいけんのかな。怖いな。よし、突っ込もう。あ、弁慶の幸運を最後の。止めてくれ。あー、よしよしよし、いったいった。あぶねー、ギリギリ。あー、ようやく肩がついたね、本当に。あー、ドーベンウルフが入るんだ。へー。あんた生贄にされかかったって言ったんだけど本当なのかいということですね。あのローゾールとかヨウとか確かにそう言ってたわと。信じられないことするね、ヤンロン。ここじゃ生贄なんて風習まだ残ってんのって言ったり、まさかとね。ただボロクルスに対する生贄というのは根拠がないわけじゃないと。魔術の法則には類似の法則というのがあるとね。また難しい話をしようとしてるなって。ボロクルスは以前話したように恐怖、憎しみ、怒りなどの情念の塊だと。類似の法則に従えば外形または本質の似たものは互いに影響し合うとね。生贄の恐怖が同じ負の感情の感情の存在、つまりボルクルスを召喚するキーとなるわけだとね。なんだかよくわからないけど、あのローゾールってやつがとんでもないやつだってことは分かったよということで、ね、ちょっとお時間来てますんで、パワーアップはちょっと次回の頭にやってみたいと思います。今回はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。